ナセルアリーは、マケドニア共和国、クマノボ出身のプロサッカー選手。アルバニア代表。ポジションは、ディフェンダー。4歳の時に家族と共に、スイスのバーデンに移住。バーデンのクラブ FC バーデンでプレーを始め、FC アラウ、ついで FC バーゼルに移籍した。2013年6月に、トップ昇格、バーゼルとプロ契約を結んだ。 8月17日開催のスイスカップ BSC オールドボーイズ戦でトップチームデビュー。2014年3月16日の FC アーラウ戦でリーグ初出場、初スタメン。2014-15シーズンはパウロ・ソーザ監督の下で出場機会に苦しみ、シーズン前半で公式戦出場はわずか9試合にとどまった。2015年1月 FC ファドゥーツに1年半のレンタルで加入。2月15日の FC、アーラウセンで加入後初出場。2016年7月に、にブンデスリーガの1、FC、カイザースラウテルンにフリーで加入。契約は2019年6月まで。ユース年代は、スイス代表としてプレーしていたが、アルバニア代表での出場資格も有していた。 2015年6月13日開催の親善試合、フランス代表戦でアルバニア代表初出場。2016年5月 UEFA ユーロ2016のメンバー23人の一人に選ばれた。しかし、出場機会はなく、チームはグループリーグで敗退した。ありがとうございます。